あんな遠くまで行っちゃった。あんな遠くまで逃げられた。ハンターに追われたことない鹿はあんなに逃げないです。あんだけ逃げるってことは、多分仲間をハンターに殺されたりしてるんですよ。分かってる、分かってる。向いてる。ダメだ、やっぱ尾根にいるんだ。頂上にしかいるじゃないですか。その後ろが空だと飛んでっちゃうじゃないですか。枝とかに当たんないような角度とかをこう探して、あとお尻打っちゃうと食べるとこがなくなっちゃうんで。なるほど。いつもどこで敵を打った方がミスですか？あと100点満点だと首か頭なんですよ。だけどバイタルって言っても心臓付近とかまあ80点ぐらいで、最初は本当そこで大丈夫です。肩、確かにこれは難しい、はい、発見しても、やっぱすごく早い。そうですね、これでも繰り返してたらそのうち絶対いいチャンスが来るんで、バックストップって言って、打ったその矢先って言うんですけど、打ったその先にやっぱり風がないと打っちゃダメなんですよ。あ、いた、いた、頂上にいますわ、さっきのやつら。わかります？はい、いっぱいいる。あそこを歩くんです。やつらもあそこにいれば安全、分かってるんで。すごいいますね。いっぱいいますね。はい。賢いでしょ。バカじゃないんですよ。しかも私たちが例えば上に行って撃つことは可能なんですか？可能ですね。だからもうちょっとこれが低い山だと、そこ歩くんですけど、ちょっとあまりにも高いから。高すぎるんで、万が一その滑落とかのことを考えてちょっと避けてはいるんですけど、射撃場で調整してる 150m でこの十字架の真ん中に当たるように調整してるんですよ。だから 100m にいた場合は 10cm 下を打つとかっていうのを計算して打つんですけど、衝撃受けちゃうとそれが狂っちゃって当たんなくなっちゃうんですよ。だからなるべくなら安全なとこ歩いて取った方がいいですね。やっぱザクザクうるさいですよね、こっちは。これ全部鹿食べてるんですよ、笹。これも痕跡の一つですよね。凍ってないんで、糞が最近逃げられてますね。トントンはキツツキですね。鹿
かもかなりの群れですね、この、うん、よいしょ。いやすごいですよ筋肉。匂いですね。入った。わかります？ちょっと木の枝がいっぱいあるんで、ちょっときついな。どっかいい角度があれば。うわ走った。止まれ止まれ。あ止まんないか。うん。こんなの繰り返しです本当に。よいしょ。打てますね。あこれで100メートルないぐらいか。ここにこうこうやって構えても当たんないですよ。ブレるから。ここにこう置いてこうこういう感じで、はい。木があるとこ木はこう木に置いたりとか、委託っていうんですけど、委託射撃って預けるみたいな。おお、この木の幹を踏むと滑るんで、掴みながら行った方がいいです。ここちょっともともと作業道だったみたいな感じなんで多分大丈夫ですけど、結構迷いやすいんで、本当はあの GPS とかとちゃんとあのログ取るべきなんですけど、はい、取った方がいいですね。オスの匂いがする。いました？あ、マジ？マジですか？全然気づかなかった。あー、逃げられたんだ、やっぱり。こっち見てる間にこっちブーって。あ、マジっすか。右側行っちゃいます。あそこをたどって。あらららららら。反対斜面にいたんだ。多分いたんっぽいんですよね。この辺にいたのが。うん、多分上から多分音とかでバレバレだったんだ。結構音鳴りますもんね。うん。いやでもすごいですね、やっぱちゃんと見つけれて。全然気づかなかったな。耳栓こっちしてるから音もあんまり聞こえない。ああ。うん。ピッとは言わなかったですね、うん、でちょっと大変なんですけど、やっぱりこういう、わかります、こういう丘っていうか、こういうところでやっぱ寝てるんですよね。そこにも寝床ありますけど、だから常にこの横とかのその頂上っていうか、そこを見ながらでバレない。難しいですね、結構難しいです、バレないっていうのは。ちょっと複数人だと難しいんですけど、一人だと、あの鹿だと思わせることができるんですよ、歩き方で。一人でこうのっそのそ逃げないで結構近づけるみたいなことは、多分あの逃げてったっぽいですね、そっちに。こっちにも足跡あるんだけど、みんな谷底の方に行ってるから、やっぱりあの下の針葉樹林の方かもしれない。そうですね、うん、下降りた方がいい気がします。じゃあそっちに戻ります。